モニター開発って50代以上モニター専門家モニカンです。今回は FPS ゲーマー大歓喜高リフレッシュレートゲーミングモニター、最大 280Hz の高コスパゲーミングモニターをレビューいたします。その名も ACE スタフゲーミングVG2599M。 コスパが高い製品も取り揃えたタフゲーミングのゲーミングモニター、ハイエンドのゲーミング PC を持っている方には最高のゲーミングモニターになることでしょう。それではまずはスペック紹介からいってみましょう。まず映像の滑らかさを示すリフレッシュレートは通常 240Hz、 オーバークロックっていう限界突破機能を使うと 280Hz まで伸びます。一般的な 144Hz のゲーミングモニターの約2倍のリフレッシュレート、 FPS ゲーマーからしたらぬるんぬるんで最高の映像です。ただ 280fps を出すにはパソコンの方にもそれなりのスペックが求められるので注意しましょう。そしてモニターの色が別の色に変わる時の応答速度、こちらは G2G っていう計測方法で1ミリセカンド。高リフレッシュレートのゲーミングモニターなので応答速度が遅いことによって起きる残像感っていう現象が起きては使い物になりませんからね。応答速度が1ミリセカンドなら動きの速い映像でもブレずにしっかり視認できます。解像度は 1920×1080 のフル HD。 個人的に 24.5 インチくらいのサイズならこれ以上の解像度は必要ありません。そしてモニターのパネルは色の再現性に優れて色彩が美しく表現できる IPS パネル、最近流行りの高リフレッシュレートのゲーミングモニターに IPS パネルを搭載して FPS ゲームはもちろんのこと、作業用とか動画鑑賞とかにも使えるスペックですね。最後に価格ですが、動画撮影当日の Amazon 価格は 44,346 円。 280Hz 対応の IPS パネル搭載のゲーミングモニターとしては比較的安い部類です。1、2年前ならこれぐらいだともう6万円くらいはしたと思うのでかなり安くなりましたね。もはや 240Hz のゲーミングモニターとほとんど変わりません。さてスペック紹介も大体終わったところで早速開封の方いってみましょう。それでは開封していきます。まずこちらが電源ケーブルですね。で、電源ケーブルは AC アダプタ型でも AC アダプタちっちゃいですね。あんまり邪魔にならないサイズです。最近のね 4K144Hz とかは消費電力が多い分 AC アダプト部分もでかいのが多かったので、まこのサイズならあんまり気にならなくなっちゃいましたね。 HDMI ケーブルとディスプレイポートケーブル、どちらでも接続可能ですね。で、上にある発泡スチロールを取るとようやくねモニター本体と台座ですね。台座黒にワインレッドのカラーリング、タフゲーミングっぽい台座ですね。で、クイックスタートガイドと保証書ですね。そして最後にモニター本体ですね。スタンドは裏にね初めからくっついてます。で、モニターの組み立て方ですが、もともとモニターについてるスタンドの底の穴に台座のね出っ張りをはめ込んであげます。で、裏にあるネジを手回しで回してあげれば OK。 これだけで組み立ては完了です。ドライバーは一切不要。開封後電源をつけた状態がこちら。まずサイズを測っていきましょう。横幅は 56cm、 高さは可変で一番上の状態だと 49.5cm、 一番下まで下げると 37cm、 一番下まで下げた状態だとかなりね地面と近いですね。地面から 4.3cm ってところです。ベゼルは表示領域が 1mm でベゼルが 6mm、 合わせ 7mm って感じですね。最近のゲーミングモニターにしては珍しくベゼルがねちょっと太めなんですけど、その分表示領域が狭いので合わせるとねベゼルレスのゲーミングモニターとあんまり変わらないですね。あと下部ベゼルには ASUS のロゴと左下にディスプレイポートと HDMI のロゴがあります。まあ、ASUS のロゴはいいんですけど、こっちのディスプレイポートと HDMI のロゴはぶっちゃけダサいからいらないかな。そして台座、台座はほんの少しだけ手前側にね傾斜があるくらいで普通に物も置けるし平面に近い台座です。3点倒立型とかの台座よりも使いやすいから僕は好みです。モニターの背面はこんな感じ、ちょっと近未来っぽい感じのラインが引いてありますね。で、 ASUS のロゴとタフゲーミングのロゴ、あとスタンドのね下の方にケーブルを通すための穴があって、で、ここは引っ張ってあげると外れるようになってます。ちゃんと外さないとケーブルがね狭くて入らないので注意しましょう。あと左下にはスティック型のボタンと各種ショートカットと電源ボタンがあります。で、肝心の色ですが、色味はかなり綺麗。このモニターの色域は sRGB99% をカバーしています。色域っていうのはモニターが表現できる色の範囲で sRGB っていう規格の 99% をカバーしてますよってことですね。ゲーミングモニターとしては現実に近い色を出せる性能を持っているっ
ていうくらいの認識でいいです。グラフィック重視のゲームや映画鑑賞なども問題なくできます。視野角は上下左右178度、上からこんな風に見ても下の方の色味が認識できるし、横の角度をガッすりつけても奥の方の色味が白っぽくなったりしません。なのでタブモニターにも適した性能と言えます。で、今はこのモニターゲームビジュアルはレースモードになってるんですが、各種プリセットを見ていきましょう。シーンモード、映画モード、 RTS、 RPG モード、 FPS モード、 sRGB モード、 モバモードといった感じですね。もちろん各種プリセットにした後に自分で色味を変更することも可能です。彩度を上げたり肌の色合いを変えたりって感じですね。モニターの角度調整機能はまず前後のチルト、一番上まで傾けると33度でこれぐらい、一番下まで傾けるとマイナス5度でこれぐらいですね。で、左右の首振り、こちらが左右90度ですね。90度向けることができます。かなり向けれますね。台座の真横を向ける。で、もちろん反対側もちょっと台座も動いちゃったんですけど90度向けることができます。まあ、これだけ高性能な台座なので、もちろん回転もあるのでモニターを縦に向けて使うことも可能。ちょっとね、どの動作もね、若干力がいるかも。力がいるというか台座が浮いちゃうかもしれないですね。角度を大幅に変えるときは気をつけながらやりましょう。台座の形も使いやすいので、モニターアームなしでもね、全然使いやすいモニターだと思います。入力端子は左から HDMI2.0 が2つ、ディスプレイポート 1.2 が1つ、イヤホンジャックが1つ、 HDMI が2つありますが、 HDMI 接続だと最大リフレッシュレートは240Hz になります。 280Hz を出すにはディスプレイポートケーブルで接続して、モニター側のオーバークロック設定を入れなければならないので注意しましょう。ちなみに一番右の謎の突起は外すことができて USB 端子になってるんですが、 USB ハブ機能は搭載されていないのでファームウェアアップデート用ですね。普段使うことはないです。このモニターにはスピーカーも搭載されています。音質はこんな感じ。まあ音質はそんなに良くないですね。まあ2万円ぐらいのモニターに比べたら全然いいんですけど、まあこんなもんかって感じ。一応音が出るくらいに考えといた方がいいです。音質を求めるならイヤホンやヘッドセット、もしくは外付けのスピーカーを使用しましょう。そしてモニターのメニュー機能の紹介。モニターのメニュー機能はモニター背面のスティック型ボタンを押し込んで起動します。で、一つずつ見ていきましょう。まずオーバークロック、これはオンにすることでモニターのリフレッシュレートを限界突破させることができます。 240Hz を超えた270Hz、または280Hz にパワーアップさせることができます。ただしこれはディスプレイポート接続時のみなので注意しましょう。続いてオーバードライブ。オーバードライブは応答速度の高速化で、上げれば上げるほど応答速度が速くなります。 FPS ゲームなどをやる際は上げておくのがおすすめ。アダプティブシンクはペアリングやスタッタリングを防いでくれる機能。 FPS ゲームをやる際はオフでいいですね。画面のズレとかカクつきが気になるようならオンにしてみましょう。 ELMB はエクストラローモーションブラーの略で、黒挿入機能のことですね。オンにすると画面の輝度が落ちる代わりに残像感を軽減する真っ黒のフレームがフレームとフレームの間に差し込まれます。使うかどうかお好みでどうぞ。ゲームプラスはゲーム用の機能ですね。十字線はモニターの中央にドットや照準を表示してくれます。タイマーは文字通りタイマーを画面内に表示。 FPS カウンターは現在のフレームレートを表示で、ディスプレイ整列はまあ使うことないですね。で、スナイパー、これをオンにするとモニターの中央が拡大されます。ちょっと見てみましょう。実際にスナイパーをオンにするとこんな感じ。ここが拡大されてます。真ん中に赤いドットがあると思うんですけど、ここ注目しておいてください。スナイパーをオフにするとこうなります。まああんまり使うことはないかもしれませんが、面白い機能ですよね。で、ゲームビジュアルは画面プリセット、先ほど紹介しましたね。シャドウブーストは暗いところを明るくしてくれる機能ですね。最近だとタルコフとかは暗いシーンが多いので、これを入れることで暗いところにあるアイテムだったり敵が視認しやすくなります。 APEX とかでもね、ちょっと上げてあげると見やすかったりしますね。で、明るさとコントラストで、 HDR はこのモニター、ディスプレイ HDR400 に対応してるんですけど、これはパソコン側で HDR 設定を入れると使えるようになります。 HDR を入れると対応コンテンツの暗いところの黒つぶれだったり、明るいところの白飛びを軽減してくれます。ビビットピクセルは実質シャープネスですね。後ろのこのドロップを見ててください。それらのね、輪郭が強調されます。わかりますかね。ちょっとなんかぼやっとしてる感じがあったと思うんですけど、それをねより強調してシャキッとしてくれる、そういう機能。 ASCR はコントラストをより強調する機能ですね。映像の明暗にメリハリがつきます。ブルーライト低減はブルーライトカットで、カラーはまあ色温度ですね。冷たい、通常、暖かい、ユーザーモードで自由に調整することも可能。彩度は上げれば上げるほど色がより強いというか、ビビットの効いた色になります。下げれば下げるほど色はどんどん温度を失っていって、一番下まで下げると白黒になっちゃいます。
FPS ゲームとかだとちょっと上げてあげると見やすかったりもします。まあ、ゲームによって自分好みに調整するのがおすすめ。まあ、肌の色合いは文字通り肌の色合いですね。赤みがかった色にするとちょっと赤く、黄色っぽい色にするとちょっと黄色っぽくなります。で、入力切り替えにショートカットキーの設置ですね。モニター裏のショートカットキーで、システムのところは基本的に触る必要はないですね。触らなくて OK です。メニュー機能はざっとこんな感じ。最後はゲームプレイ。プレイするゲームはミドルスペックのゲーミング PC でも高フレームレートが出しやすいバロラント、 280fps でも普通に安定して動くので映像がぬるんぬるんでめちゃ見やすいです。もともとバロラントは敵の視認性が高いゲームですが、描写が滑らかな分エイムも合わせやすいですね。映像のサイド調整や暗いところを明るくすることもできるので、 APEX や COD などちょっと敵が見にくいシーンがあるゲームでも敵を見つけやすくすることができるので、 FPS ゲームに非常に使いやすいモニターだと思います。クロス挿入機能もついてますが、バロラントでは個人的に不要かなと思いました。もともと見やすいですからね。他にも色々なゲームを普通にプレイしたんですが、 IPS パネルなので映像も綺麗でリフレッシュレートも高いので、どのゲームも快適に遊ぶことができました。とはいえ 24.5 インチで280Hz の高リフレッシュレートなので、メインの使い方としては FPS ゲームをガチでやりたいと思ってる人に特におすすめのゲーミングモニターですね。というわけで、ASUS TUF Gaming VG2599M についてレビューさせていただきました。ざっくりポイントをまとめると、280Hz の超高リフレッシュレートゲーミングモニター、応答速度も 1ms で、サイド調整や黒挿入など、FPS ゲーム向けの機能もバッチリ搭載。IPS パネルで、映像も美しい。24.5 インチなので、画面全体を視認しやすくて、競技性の高いゲームにも最適。スタンド性能も高いので、モニターアームなしでも配置の自由度が高い。一応スピーカーも搭載。ディスプレイ HDR400 に対応しているので、HDR コンテンツも綺麗に楽しめる。価格も4万円半ばと 240Hz と変わらないコスパ。そんな感じ。280Hz で 24.5 インチのサイズは、競技性の高いゲームにもバッチリ対応できます。スタンド性能も高いので買ってそのまま置くだけで使いやすいのもいいところ。色味の綺麗さもさることながら、ハイエンドモデルなだけあってサイド調整などもできるので、 FPS ゲーム向けにもグラフィック重視のゲーム向けにも自分好みに色を設定しやすいです。 FPS ゲームに重要な暗いところを明るくする機能や黒挿入機能なども搭載しているので、 FPS ゲームをガチる人にしっかりとフォーカスを合わせつつも普段使いや映像美重視のゲームも楽しめるグレートなモニターですよ、こいつは。何よりね、4万半ばで買えるのがコスパがいいですね。ある程度フレームレートの出るグラボを積んだゲーミング PC を持ってる人で FPS ゲームをガチるっていう人なら、購入する価値は大いにあると言えるでしょう。そんな感じで動画を終わらせていただきます。最後に、この動画が良かったな、参考になったなと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you!